アワープラネット TV の白石はじめです政府は昨日福島第一原子力発電所の廃炉に向けたロードマップを発表しました発表によると原子炉内部の様子が分かるまでに10年 メルトスルーしている燃料を取り出し、廃炉にするまでには40年かかるとしています。しかし、ほとんどの技術が確立しておらず、スケジュール通りに行くかは未知数です。今週もまずは市民のニュースからお伝えしましょう。福島第一原発事故を受け、郡山市内の公立学校に通う小中学生14人と保護者らが、郡山市に子どもたちの集団疎開などを求めた仮処分申請で、 島地裁郡山支部は16日申し立てを却下する決定を下しました申し立ては毎時0.2マイクロシーベルト未満の学校での教育を求めていましたが裁判所は他の子供を一緒に疎開させられないなどの理由で主張を退けました弁護団の柳原敏夫弁護士は申し立てはあくまでも14人の救済なのに裁判所は趣旨を曲解している異常な裁判だと批判 広告すすることとしています政府は16日福島第一原発の事故収束に向けた工程表のステップ2の完了にあたる冷温停止状態が達成されたとして政府東電統合対策室を解散しました対策室の解散を受け合同記者会見も終了することが発表されたため事故以降 会見の場で東電や政府を追及してきたフリーランスの記者などから批判が相次ぎましたまた東電の西澤社長が事前に断りもなく会見を突如退席したことに対して会見場では怒号が飛ぶなど騒然とする場面もありましたけがわシーズン到来を受け18日横浜の中華街や山下公園でけがわ反対を訴えるデモ行進が行われました 主催したのは横浜周辺で動物愛護を訴える活動をしている人で作るノーファーデモ実行委員会デモをするのは去年に引き続き2回目です参加者は多くの動物は生きたまま皮を剥がされている毛皮を買わないでフェイクファーを選んでくださいと街行く人々に呼びかけました 被災地の女性を支援している東日本大震災女性支援ネットワークは19日東日本大震災で被災した女性の就労支援を求める要望書を小宮山洋子厚生労働大臣に提出しました被災地では水産加工会社や旅館などが震災と津波で被害を受け 多くの女性が仕事を失っています。しかし復興事業は瓦礫撤去など女性には難しい力仕事が多いとして、女性のための雇用支援策や職業訓練を拡充するよう求めました。以上ニュースをお伝えしました。特集です。尿検査から見えてきたもの内部被曝の現状。今日はですねゲストに、えー、福島老朽原発を考える会、通称フクロウの会の。 えー、放射の測定プロジェクト、青木和正さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あのー、青木さんたちがまああのー、所属しているというかあの活動されているこのまあフクロウの会の放射能測定プロジェクトっていうのはですね、あのー、まあ今あのまあ福島の子どもたちを守る。 いろんな活動がある中で子どもたちを放射能から守る福島ネットワークというのがありますけど、はいはい、その活動のきっかけになったのを実はあの青木さんたちのプロジェクトが関わったというふうに聞いてるんですけれどもそうなんですかそうです、ねあの 直後ですけれどもアメリカの,、まあ、あの反核団体からですね市民運動ですけれどもあの放射線測定器を10台あの無償で送るということがありましたんで、まあ、私たちはあの東京で持っててもしょうがないんであのすぐ福島の,あの人たちに届けようということで、えー、福島県を中心にそれを配って使ってもらうその活動があの。 じゃあそのアメリカの,その10代の測定器が届きそれをまあ福島の人たちに届けたところからいろんなまあ子どもたちを守る活動がこう広がっていったとっいうようなそしてこの放射能測定プロジェクトも同時に始まっていたったというその測定器でまずは空間線量を福島の方々が測って、はい、そしてその。 工定を図ったところ非常に高い数値が出たということで、まあ、そこからこう、まあ、子どもたちにとって今環境がどうなっているかということで、まあ、すごい世論がこう広がっていったんですけれどもこの,あの放射能プロジェクトというのはあのまあこれまで9か月の間どういったまあ活動をされているのかってまずちょっと簡単にご紹介いただきたいんですけど。はいえー、っと最初はです、ね、あの福島県のの中でで子どもたちがまあ生活の場である学校 こうを測定したら非常に線量が高いということで福島を中心に子どもたちを守る運動がスタートしましたけれどもそれ以外にも首都圏で柏ですとかそれから江東区ですとかそういうところのお母さん方がですね心配して放射線を測ってくれないかっていうような話がありましてでそういうところを言いましてお母さんたちと一緒に測るような。 今こうあの知られるようになっているいわゆるホットスポットのようなものっていうのも、はい、そういった中で政府、まあね、よりもうんと前からそういうことを図ってらしたそうでもちろんあのそれぞれの地域であの自分たちで買ってですね図っているそういう。 あの人たちもたくさんいたんですけれども、まあ私たちは、あの自分たちが持っていくと同時にですね。あの神戸大の山内先生とも、まあつながりがあったものですから。あの、まあ専門家の力も借りてですね。あの、実際の線量をきちんと測るというようなことをやってきたわけですね。うん、そして、まあ、あの今回のそのテーマになっている。その内部被曝といいますか、まあ尿検査というのを。 これまたまあ、それまでは空間占領といいますか、はい、そこが中心だったわけですけれどもその内部被曝に対するです、ねえーまあ、当初からそのホールボディーカウンターがないとかあるいはどういうふうに調べたらいいんだという話がずっと出ていながらあの政府の方では取り組んでこなかったわけなんですけどこれを、まあえー、6月ですか。 5月になさったということなんですけれども、はい、これはまたあのどういった背景で取り組まれたんですか、はい、あの子どもたちを保護者から守る福島ネットワークの人たちと一緒に活動していたわけなんですけれどもやっぱりお父さんお母さんがです、ね、自分たちの子どもが内部被曝をしているのではないかと。 いう心配とか声がたくさん上がってきてましてで、まあ、私たちも内部被曝の問題は非常に大事だということを思ってましてそれでは何か測れないいだろううかとこれはあのまあ私もその最初の尿検査の,その調査をしてるっていうのし 聞いた時にそ,のまあそれまでどうしてもその、まあ、私も知識があ,のあったわけではないので、まあ、ホールボディーカウンターというものがあるとかですね、はい、あるいはそ,のそれはあそうは言っても。 あの部分的にしか測れないとかいろいろこう議論が出てたんですけれどもまあ今回その尿検査ということであの取り組まれたのはまあどういう背景があったんですか、はい、あの最初私たちもホールボディカウンターで測れないかということで調べたんですけれどもこれはですねあの機械そのものがですね非常に限られたところにしかなくてですね使い方の手順等もですね決められてて。 心配だから測れ,測れるというものではなかったということがすぐ分かりまして、うんえー、で別の方法はないだろうかということで,です、ねまあ、私たちとやはりあのつながりのあったフランスのアクロという、はい、まあ放射線放射能を測る非営利の独立した団体があるんですけれども。非営利の、はいまあ、いわゆる市民がや,市民、ね、やってるけど専門的な機関っていうことなんでしょうか、はいはい そうで,すでそこの,あのデイビッドっていう所長がいるんですけれどもその方とですねいろいろ相談している中で、うんえー、チェルノブイリの子どもたちをですねあの尿検査をしたことがあるという情報がありましてあそれはぜひやってみようということで、うんえー、5月末に1回目の尿検査をしました。でえー、最初にその5 10人 の方を、はい、まあ検査されたとということでちょっとまああのそれから7月9月と3回にわたって、ねえーまあ、継続的な検査をされていて、はいはい、最初に10人された方はそのままずっと継続してやってらっしゃることになるんですか最初に10人測って、はい、それから、えー、ともう一度その10人は7月末に測りましたそして3回目はですね、えー、もうちょっとあの対象を増やそうということでですね 全くあの違う方を20人新しい方20人ということで,で、ね、ちょっとその,あの今回です、ね、発表されたデータをあの見ながらどういったことが分かるのかをちょっとあのご説明していただきたいんですけれどもちょっとですねデータがあの非常に点が見,あの見にくくて申し訳ないんですけれどもこれどういうふうに見たらよろしいんでしょうか。 はい、えっ、ー、と一番左側のところです。はい、あ、はい、そうですね。こ,すねこここはあの五月の末の第一回目の検査です。はい、これは福島市内に住んでいる子どもたち十人を測定しました。はい。そうしたところですね、全く予想もしなかったんですが、十人中十人の子どもたちからですね、尿からセシウムが出てくると。セシウム検査されたと。はい、これはあの私たちもあの取材して報道したんですけど、非常にまあ本当にあの大きな 反応があって私もあの内部被曝というのはやっぱりこうごくわずかというかほとんどないのではないかというふうに思っていたので10人中10人というのは、はい、まあ非常に驚いたんですけどそれが、まあ、この検査で分かった、ね、ということなんですね、はい、そして、えー、次ににに同じ方を月月はですね。 その10人最初にやった10人の方がその後あのどうなってるかということでいろいろ注意したせ生活を注意してますのでそのフォローという意味で10人の方をやりましたそれからあと対象をさらに広げようということで福島市内の新たな対象の子どもたち5人,5人合計15人を測定しました。測定したとでこれはあの えーとどういうふうにこの数値を見ればいいのかと思うんですけど、はい、あの全体的には少しこうう、ね、下がっているように、まあ、こちらと比べるとですねちょっと見にくいかもしれないんですけどこちらとです、ね、こちらを比べると下がっているようにも見えつつ、はい、上に1つの点が飛び出てるんですけども、はいはい、これだけではちょっとあの理解しづらいんですけれども実は最初の10人のうちです、ね、7月に2回目を測りましたら。 あの9人の方は下がってました10人中9人は下がってた、うん、はい、はい、で実際にはこう15人中10人検出っていいますか5人ほど検出されてない子どもがいるんですけれども、うん、それは2回目に測ってぐっと低くなって検出されなかったとえと最初に測った10人のうち5人はぐっと下がって、はい、あごめんなさい9人は、はい、ぐっと下がっこです、ね、でところが1人だけ下がらない 子どもがいたんですね。で、それは下がらないということは、えー、最初の事故直後のあの放射能群を吸って被爆しただけではなくてですね、うん、日常のあの飲食物から体内に取り込んでるということがその時新たに分かったということが一点あります。あなるほど。そうすると、あの生活を気をつけていた方々は、はい、あの下がったけれども、はい、お一人だけ ね、そうではないような方がいたとい,、はい、いうことがそこの調査から分かったと,ういうとはい、はい、でその9人はですねあの、まあ、7月の検査時点では全員福島市内からあの市外へ避難されてましたで下がらなかった1名だけはですね、まあ、その市内にずっと暮らしてたという状況もありますあではその下がった方々は、まあ、もちろんその生活の食事を、はいあの 注意しているだけでなくても福島市から別の地域に避難された方々だったということになるわけですがそして、えー、と今回9月になって、えー、もう1回、次の検査をしたとこれはまた別の新しい方なんですけどこれがです、ね、なんとなくこうビヨンとこう長く伸びている感じで、えー、決して下がったというよりはむしろ。 上がったふうに見えるんですけど。これは、あの、どういうことが、えっと、今回地域が広がってるんですよね。そうですね。今回はですね。福島市内だけではなくて。えー、福島県の中の中通りといわれます。郡山ですとか。えー、伊達市だとか、はい、そういうところまで地域を広げてます。さらにですね。あの、岩手県の一ノ関。はい、そこの方もいらっしゃいます。うん、で、対象を広げたところですね。 えともちろん検出しなかった子どももいますけど20人中10人ということですので検出されなかった子どももいるんですが、えー、検出された子どもについてはですね、えー、下がってないで見方によってはやはり上がってるそういう傾向が見られたということでですねうん、うん、まあそれも非常に驚きです。うんうん、でこう今、まあ、あのこの,あのグラフを見ますとその 上がっているというか非常にまあこの高いお子さんもいるんですけれどもこのお子さんというかこの,あの調査からはどういったことが分かったんですか、はいえー、例えば、こここにこの高い数値が出ていらっしゃる方一番高い方がです、ね、実はこれも驚きだったんですけれどもこの方は <laughs> 岩手県の一ノ関市のお子さんです。はい、でああのまあ 福島の原発からですね160キロも離れたそういうところで、えー、住んでらっしゃる方ですでお母さんの話を聞きますと、ええ、7月ぐらいまであの全然まあ士さんのこと気にしなくてでおじいちゃんおばあちゃんが作った野菜をどんどん食べてたりしいたけとかきのこ類をたくさん食べてたりというようなことを あの生活をしてたとい。まこれまでど通りの生活をなさっている、まあ、はい、その地域の地産地消のものを食べて。あのおじいちゃんの畑のものを食べてって、はい、そういうまあ生活をされて。そうですね。あ,あ。そのお子さんが、まあぐっと高かった。とで,であれですね、あのまあ今、えー。他のお子さんたちも、やはりその食事の関係というのが。 やはりこう関連性があるよううな感じだったんでしょのそれぞれのお母さんからですねあの測定の前にですけれどもあの生活の状況とかをメールであの書いてもらってるんですがそれをざっと見ますとですねやっぱりあの、えー、農家の,かあの子どもでで自家栽培の野菜を食べてるとかおじいちゃんおばあちゃんが作った野菜を食べてるっていうような方があの多い。 そういうい状況です、ねうん、あの、まあ、よく私たちここにあのフリップがありますけど生物的半減期というような言い方をしていわゆる空間線量でねあの半減期っていったらセシウムだったらあの30年とかですねありますけれどもそうではなくてあのもっとあの体内にあるものを早く3か月ぐらいで廃止されるっていうようなことで、はい、まあそれであるからこそ問題がありませんっていう感じであの厚生労働省もあの言って ちょっとまあこの生物的半減期をちょっと説明していただいた上で今そのどういうことが起きているというふうに推測できるかちょっとご説明していただきたいんですけれども。はいはいえー、とこのグラフを見ていただきますとですね青い線と赤い線とグリーンの線がありますが、はいはい、これはあの年齢による違いです。青いい線はまあ5歳ぐらいの,あの小ささなお子さんですねそれから赤い線は中学生とか高校生ぐらいそれから緑の線は えーまあ、大人ですであのいずれにせよですねあの体に取り込んだセシウムは、えー、尿とかで排泄されてきますから、えー、追加で取り込まなければずっと減っていく,ていくとそういうものです、ね、だから小さい子であればあるほど早くにその排出されて、はいえー、か体内から体、はい、あの外に出ていく。 はい行くととううようなことが、まあ、時間の経過がこの下になるわけなんですけれどもで、ね、でここはちょっとすごく数字が見にくいんですけれども180日ぐらい経つと、まあ、半年経つともうかなり100%からこの最初のデータから見ると下がるはずなんですけれども、ね、さっきのデータに戻ると上がって、まあ、当初よりも高い数値がいるということはつまりその。 排出されれてても新しいいいのがが取り込まれてる可能性が高いとということなす、ねうはい、本来はですね同じ人でずっと見ていけばいいんですけれども、はい、なかなかそれも難しいものですからあの地域を広げたりいろんな人を取るんですけども全体として見ると、うん、決して下がってないということはですね新たに取り込んでる可能性が高いと思ってます。そして、あのー まあ今これ食物のあの話をしたんですけれども、三回目あの調査をされるときにですね、同時にあの家庭内のほこり塵もあまあ調査されたということなんですけれども、まあその塵、えー、についての調査結果になります。でこちらちょっと見ていただくと、こちらもあの一の関とかですね、柏とか福島市郡山市あの日本松とまあいろんなあの。 地域ののご家庭のサンプルを検査されてで、まあ、一番高かったのがここに書いてあるように福島市の渡り地区ともともと放射線量高いと言われている地域で1万9,500ベクレル、まあ、1キログラム当たりっていうこと、はい、それから岩手県の一関の市とかあるいはあの首都圏ですと柏市で約6,000ベクレルというような数値が 見られたわけなんですけれども、これはまああのー、先ほどのですね、えー、内部被曝の関係の関わりはどうなっているのかと、あとまあこの数字自体をどう見るのかと二つあるかと思うんですけれども、はいあのー、まずハウスダストっていうのはあの要するに家にあるほこり塵です。あの掃除機からですねあのー、ゴミパックを取り出しまして、ゴミパックについているものを調べて、はい、それをそのまま測定したというものです。それで。 これがどのくらいのレベルかというのを直感的になかなか分かりにくいんですけれども、えー、あの法律で言いますと、えー、セシウムですと1キロああたりりベクレル以上ののの濃度のものは、はい、放射性物質という、まあ、定義がありますですからあの本来であればそういうものが生活環境にあってはいけないものですしそういうものがあの発生するような場所は きちんと専門家が管理して漏れないようにするきちんとそういうものが出てこないようにするという本来はそういうレベルのものですねですからそういうものが家庭内のまして部屋の中に存在するというのは、まあ、大変なことだとますそうですね。でで埋め立てらら、れるのがベクレル以下ということですから、はいはいはい あのそ,まあ、そのレベルのものがこう家の中に普通にあるということですからす、ね、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭なのはまあかなりそうですねがれきの場合は外でまあ埋め立てに使っていいかどうかってそういうレベルの話ですけれども、はい、これは家庭のまさに子どもがいる家庭の環境にあるわけですか、はい、でこの,あの,そのハウスダストと先ほどの内部被曝のあのデータの関わりというのはどうだったんでしょうか、はい あの今回そのハウスダストを測ったです、ねはい、一つの目的にです、ねはい、内部被曝している方がです、ね、食物から取り込んでいるのかそれともほこりのようなもので、まあ、吸い込んで取り込んでいるのか、はいまあまそういうことであの尿検査と合わせてこのハウスダストを測ったわけですけれどもその結果から言いますとあの明確な相関関係はなかった。 あということですですから食べ物の方が影響が大きい,大きいということが、ねまあ、見られたということなんですね,ですねあのちょっと、えーまあ、青木さんたちの取り組みがですね今ちょっとここにあのご紹介するブックレットの中で過去2回の,そのデータあるいはその分析みたいなものがあのまとまっていますので、まあ、詳しい内容はこちらの方を見るとそういったことは あのデータの結果は分かるとということす、ね、そうですねあのお父さん、お母さんが子どもたちどういう生活状況だったかというのもあの書いてもらっていますので非常にに参考になるというどのような生活をしていたらどういう値だったか、はい、ということが比較できる個人情報以外の部分はあの掲載されているということですので自分はどんな生活をしているのかなということで,で、ね、ある程度こうあの、うん、比較参考になると。 これまでその9か月間こういうような調査をされてきたわけですけれども、まあ、実際に今あのお話しいただいたように、まあ、食べ物との因果関係が非常に強いということがあの。 調査で分かってきたわけなんですけれども、今後まあどういった取り組みをされる予定になるんでしょうか。はい、あのやはり内部被曝をですね、尿で測るというのは非常に大事なことだと思ってますので、はい、それは一つあのまあ継続していかないといけないかなというふうに思ってます。はい、それからあともう一点ですね、はい、あの水ですね。やっぱり水は大量にあの使いますから、あの禁されている方は皆さんあのミネラルウォーターを買ってますけれども。 それがやっぱりあの経済的にはかなり負担になるということで、うん、水を測ってくれないかっていう依頼はかなりありますですから、まあ、水の測定それから飲食物の測定も、まあ、あの必要かなというふうに考えてます。うん あのまあ、今ちょっとここにですね概念図みたいなものを用意していただいたんですけれども今本当に全国に食品に関しては市民測定所が関東にもたくさんでき始めていますし、はいはい、福島の中でも複数箇所あのスタートしてますけれどもあのこのフクロウの会の,その測定プロジェクトとしてはよりこう、まあ、専門的なあの方々との協力も得て。 まあそういったところと連携していきたいというようなそういった動きもあるんででしょうかそうかそすねあの多くの市民ラボあの測定所ですねそれができてますけれども、はい、それはどちらかというとこの地域の方と測定という、はい、そういう関係なんですけれども、はい、私たちはやはりあの行政を動かしてですねきちんとあの測定するあるいはあの被爆しないようにするそういうことをあの。 行政の場につなげるというのも非常に大事だと思ってますので、えー、そのためにもですねそういう意味ではあの大学ですとか、はい、あの海外も含めた、はい、あのきちんとした測定機関こういうところとですね連携をきちんと取りながらそして市民の測定所ともとも横のネットワークを作りながらですねきちんとした精度のあるそういうものを測定して えー、行政等にもそういうことを訴えかけていくということが必要だというふうにい分かりましたちょっと、ね、最後にこの活動はなんか全て寄付と、はい、助成金や <laughs> 何か民間の地、まあ、弁当でやっている部分も多いということなのでぜひ、ね、こういった活動を支援したいという方がいましたらここにあの、えー、寄付先掲載されていますのでぜひ。 協力していただければなというふうに思っていますしやはりあの今回のねそのこの測定プロジェクトの中で新たに分かってきたものというのは非常に成果がたくさんありますよね、えー、ただ一つですねあの測定限界という問題がありまして最近あの行政も測定を始めておるんですが、えー、測定限界が高いという問題がありまして。えー こういうレベルでやっていますと私たちが検出したようなレベルというのは全てです、ね、検出限価以下ということで被爆されしていなかったというような状況になってしまいますのでうん、うん、その辺をきちんと適正にしていくというのが必要だというふうふにに思ってまます。わかりました。本当にまあそういったことも含めて政策提言は本当に大切だというふうふに改めて感じました。今日は本当に青木さんありがとうございました。 アワープラネット TV では子どもとともに番組作りを行っている新春の2時間特番私たちの未来は大丈夫子どもたちが考える原爆と被爆今制作は大詰めを迎えていますこの番組もいつもと同じように皆さんの寄付によって作る番組ですぜひ番組作りを支援してくださいでは来週のゲストはドキュメンタリストの早川由美子さんですお楽しみに